中国北京市内に黄砂が飛来し大気汚染が深刻となっています。黄砂は明日日本に飛来する可能性があります。北京の空は黄色く視界もとても悪いです。汚染を示す数値も最悪のレベルとなっています。黄砂の飛来を受け北京市は10日午後8時に警報を発表し、野外での集会や運動を控えるよう呼びかけています。 また、視界が悪いため、車の運転時にはスピードを落とすよう注意しています。交砂はモンゴルで発生した砂嵐の影響とみられていて、中国の中央気象台によりますと、北京以外にも18の省などで影響が出るということです。交砂は明日日本に飛来する可能性があります。